日本の子供たちはドラえもんが大好きです。漫画の主人公で猫の形のロボットです。ドラえもんは不思議なポケットを持っていて、いろいろなものが出せます。例えばタケコプターやタイムテレビです。タケコプターを頭につけると自由に空を飛べます。タイムテレビでは昔の自分や将来の自分が見られます。私が一番欲しいものはどこでもドアです。どこでもドアを開けるとどこでも行きたいところへ行けます。皆さん、もしドラえもんに会えたらどんなものを出してもらいたいですか？